沙織さん、八神さんたちがいらっしゃいました。お待たせ。こっちの準備は整ったよ。そっちはどう、沙織さん。ええ、お待ちしてました。江原との接見に向かいます。まずはとにかく彼がどこまで三越場殺害に関係しているか、それを探る必要があります。でもよ、今までの状況からすると江原が協力的に話すとは思えんな。ええ、ですから今日こちらから八神さんたちが出向くことは江原に知らせてません。不意をついた方がいいと思って。わかった、それでいいよ。では八神さん、行きましょう。俺は一旦事務所に戻るぜ。江原と接見したらお前も帰ってこいや。年末くらいうちの事務所も片付けねえとな。まずは飲みかけのボトルを開けるとこからだ。どうやら江原は厄介な相手だぞ。俺にもできることありゃ何でも言ってくれ。僕は留守番してますよ。沙織さんをよろしくお願いします。もう判決は出たんだ。弁護士さんのお仕事は終わったんでしょうね。私もそう思っていました。でも偉人町で見つかった死体が江原さんの予言通りだったものですから。予言なんて大げさな。星野先生はクビでもされましたか。八神と言います。以前は源田法律事務所にいました。今は清涼高校でミス研の外部指導員っていうのをやってます。清涼高校。4年前に敏郎君が通ってたあの学校です。横浜の。たまたま別件で向こうにいたんですが、急遽こちらの白崎先生から応援を頼まれました。なるほど。それで今日いらしたご用は。おとぼけはなしでお願いします。先日三越場博の遺体が偉人町で見つかりました。問題はどうしてあなたがそれをご存知だったのか。さあ、夢に見たんですよ。そうであったらいいなと思ったことを口にしただけです。どうしてそういう夢を見たんでしょうね。説明する必要がありますか。三越場が敏郎君の仇だからですか。そうだよ。第三者委員会の調査でもその後の裁判でもいじめの事実は確認されなかったですよね。息子は三越場に金をせびられ、それを拒むと陰湿な嫌がらせを受けていた。成績優秀な三越場の先導でクラスの誰も手を差し伸べず、敏郎は暴力や屈辱を免れるために家の金を持ち出していた。江原さんがそう確信しているのはなぜですか。その根拠は。そんなものがあれば学校との裁判に負けちゃいない。ところで私の罪状はただの痴漢だ。全部認める。満員電車で魔が差して OL の尻を触った。控訴してやがくつもりもない。だからあんたら弁護人はもう用済みということだ。江原さん、待ってください。そんな義理はないな。八神さん、三越場博の死に際はとてもむごたらしいものでした。恐怖と苦痛の中で殺され、遺体は腐るまで放置されていました。大変結構だ。これ見てもらえます。三越場だな。いい表情してる。しかしあんたはどこからこんな写真を。清涼高校の沢先生にもらったんです。正確に言うと沢先生が不審な女に手渡されたものでした。その女は三越場の件に関わるなと言ってきたそうです。沢先生のことはご存知ですか。彼女は4年前、敏
敏郎君が亡くなった時にも清涼高校で教えてたんです。ああ、裁判で証言しているのを見たよ。敏郎へのいじめはなかったと。確かにそう言ってました。いじめを隠蔽した教師たち、学校、弁護士、彼らのことも殺してやりたいほど憎いと思った。でもやはり一番悪いのは御子柴だ。制裁を加えられるべき筆頭だ。そんな人間がのうのうと教育実習など受けていられるんだが、つくづく間が抜けている。結局法なんてものは機能していない。そんなもんに人を裁く資格もない。やっぱりあなたが御子柴殺しを主導したんですね。実行犯は複数人だった。御子柴を殺したあいつらは誰なんです？あんたはどうやって連中を動かした？違う全然違うよ。石鹸の印象として江原はやはり黒ですね。ただ御子柴殺害の実行犯たちとどうつながっているかがつかめないと何も追及できません。ああ、何を聞かれても余裕って感じだったな。江原とこの連中がどうつながっているのか。くそ、こいつらが偉人町にいたのは間違いないんだ。俺のすぐそばにいた。なんとかうまく連中を見つけられるやな。ではまた偉人町に戻るんですか？いや、とりあえず今夜は神室町の事務所に戻るよ。海藤さんもいるし。わかりました。また何かあったら連絡します。海藤さん戻ったよ。海藤さん。おう、お前スクモからのメール見たか？え、いや、ついさっきだ。とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと？殺人動画だ。御子柴が殺された時の動画がネットに出回り出したって知らせがあった。 お願いします、もう許してください。これ以上はもう敏郎君のことはこの先一生謝りません。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。おい、マジかよ。だから自分の手で御子柴を殺すことはできないはずだった。だとするとこれはなんだ。理屈で考えりゃ痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。だが俺の感触じゃまずこの映像は本物だよ。もう一度江原と話をしないと。一体何をやったんだあいつは。
現職警察官による痴漢と教育実習生殺害。矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だがそのキーマンである江原明宏と対峙した直後、何者かによってある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。ネットじゃだいぶ騒がれ出してるな、あの殺人動画。テレビではまだみたいだけど。ええ、憶測とデマ、全く当てにならない情報が錯綜してます。ハレンチ警官が実は息子の復讐を果たしてたと、そういう可能性が出てきたんですからな。するとかつて江原を叩いてた人を叩く人に、まだ何が本当か見えてないと自重する人、ネット民の反応も様々です。あの殺人動画は本物かな。ほら、今時は CG とかで何でもできちゃうだろう。いわゆるディープフェイクですね。確かに AI の進歩などで非常にリアルな捏造動画が作れます。例えば有名なところですと、アメリカ大統領に嘘の過激発言をさせている映像とか、他にも本物にしか見えないようなものがいろいろとありましたな。そういう映像が嘘かどうかってちゃんとわかるもんなの？動画データに加工の痕跡が見つかれば、それを加工映像ということができます。ちなみに僕の方で江原の殺人動画を解析したところ、そういった痕跡はありませんでした。あれは十中八九本物でしょう。やっぱり？しかしそれでも絶対に加工されてないとは誰にも言い切れません。法的にもあの動画だけで江原の殺人が証明されたとはいかないでしょう。なるほどな。例の動画がネットに上げられたのはいつ、どこで？アップされたのは昨夜です。が出どころははっきりしません。海外のサーバーを何箇所も経由されてるようで、ネットの魑魅魍魎が覆い隠してるんです。そっか。ただあの動画が本物でも偽物でも、ネットに流したのは実際に御子柴を殺した実行犯たちだろうな。なぜです？だってさ、御子柴殺害の状況を全部知ってなきゃ、あんな映像捏造もできないだろう。御子柴が殺された時のポーズも、床に落ちた血の感じも、俺が刑事から聞いた状況と全く食い違ってなかった。なるほど、確かにそうですね。あいつらに折られた指が痛みます。また江原と接見しなければなりませんね、矢上氏。城崎先生にお願いできるのでは？だな、そのつもりで。なあ、江原は御子柴殺しを疑われないようにわざわざ同じ日に痴漢したんだよな。だが今度は逆に殺しを自白するような動画をネットへ公開中だ。どういうつもりなんだ？その質問に答えられんのは多分江原だけだね。すぐにでも話したい。んじゃ、沙織さんとこ行くんだな。あー、待って待って。あれ、真冬？お前なんで？久しぶりだな、真冬ちゃん。ええ、もしかして八神くんたち今沙織と動いてる？ん？昨夜流出した例の殺人動画の件で。お前も江原の件でここに？そう、東京地検は
その話で持ちきりだもん。特に上の人たちは大慌てだって。わかるよ。検察は江原を痴漢として有罪判決を出させた。でももしあの動画の殺人が本物なら判決は間違ってた。痴漢は冤罪だったってことになるもんな。うん。ただ検察としては実刑まで出てるのに、やっぱり間違ってたかもなんて言えないでしょ。一時期は何度もテレビで流れた事件だしね。法の番人としてのメンツに関わるわけ。確かに。だからとりあえずはその裁判の弁護人がどういう対応するつもりなのか気になってるみたい。それで私に様子を見てこいだって。あくまでも沙織の友達として非公式にね。そういうことか。よう来たな。そろそろだと思ってた。真冬、あなたも下で一緒になったんだ。沙織たちをスパイしに来たの。でもそっちも検察の動きを知りたいんじゃない？あなたの目的はそんなことじゃないでしょ。え？八神さんに会えるいい口実ができたとか。まさか八神くんが絡んでるなんて今知ったんだから。じゃあそういうことにしといてあげる。なんか久々だなこのやりとり。はいはい。検察ももちろんこの動画のことは調査し始めてる。ただし結論ありきみたいね。検察は出どころ不明の動画なんかに取り合わないって。要は外向けに一応調べたポーズを取るだけってこと。ん？じゃあ江原が三越葉を殺したかも取り調べないのか。事情聴取もなし。ええ、だって10月7日に江原が痴漢してたってことは裁判で証明されてる。だからこその有罪判決でしょ。だとしたら江原にその朝まで生存が確認されてる三越葉を殺すのは不可能。ああ。じゃあおかしいのは殺人動画の方だってことになるよね。おかしいってどういうことだよ。つまり検察はその動画自体を疑わしいと言いたいの。合成なのか CG なのか、とにかく誰かが捏造したまがいものに違いないって。へえ。それを主張してるのは江原の痴漢事件を担当した検察官。どんなやつ？高野という検事です。卑劣な痴漢に厳罰を与えるべきだと熱弁を振るっていました。江原が現役の警察官であるならなおのこと。彼は世間の声を後ろ盾に正義を執行すべきだと。勇ましかったですよ、あの検事。法廷では気分良さそうに江原を責め立ててました。要するに高野検事にとって江原が痴漢をした事実に疑いはない。だからその事実と食い違う殺人動画はまがいものでしかありえないってわけだ。ええ、公正に審理された結論はネットの動画なんかで揺るがないって。まあ確かに出たばっかの判決がコロッと変わっちまうんじゃ司法への信頼は地に落ちる。知見も判決を出した裁判所もその高野君の言い分に乗りたいだろうな。けどそれは臭いものに蓋してるだけです。そう。しかもその動画をまがいものとするって検察の方針のせいで警察まで動きづらくなってるの。警視庁も神奈川県警もね。ん？どういうこと？彼らは殺人動画が絶対に本物と断言できないうちはもう江原にタッチしないんですって。今三越葉殺しについて江原を取り調べたりしたら捜査機関まで痴漢の有罪を疑ってるってことになっちゃうから。いやでも本物と断言できないうちはって。ええ、ネットの映像が 100% 加工されてないなんて証明のしようがないです。それで江原にタッチしないってことはつまり江原はまんまと殺しの容疑者リストから外れたってことじゃないですか。うん、
捜査員たちもみんな納得いってないみたいね。特に神奈川県警は今江原以外にも容疑者を探してるみたいだけど、現場は完全にやる気なくしてるって。こないだまではどこが江原を取り調べるかで手柄の取り合いだったんだけどな。殺人動画のおかげで状況がひっくり返ったわけか。仕方ねえのかもな。刑事たちは公僕だ。お上の出した有罪判決をおいそれとは疑えねえ。もしどうしても疑うってんなら、立場上それなりの根拠がいる。検察や司法のメンツのために誰も事件を追及できない。これでもし江原が本当に三越芝を殺していたとしたら、完全犯罪だ。法の敗北です。絶対に見過ごすわけにはいきません。ただこの事件を追うには法曹界をまとめて敵に回す覚悟がいりますね。なんだ、おじけづきやがって。違いますよ。こんな事件を扱えるのはここにいる僕らくらいだって言いたかったんです。言うじゃねえか、星野君。多分俺らは心のどこかでずっと江原をたかが痴漢と見てた。でもあいつは今のこの状況を計算づくで用意してた節がある。これ以上コケにされてたまるか。言いたいことは伝わったみたい。もう帰るね。私にも何かできることがあったら言って。今はとりあえず十分だ。おかげで助かったよ。ありがとう。うん、それじゃ。相変わらず可愛かったな、真冬ちゃん。お前より戻さねえのか、タボ。そういうんじゃないから。俺らずっと言ってるけど、真冬君検事としても評判いいんだぞ。あんだけの美人だ。犯罪者たちも喜んでお仕置きされちまうのかね。八神さん、ここはすぐにでもまた江原と接見するべきですね。彼はあの殺人動画について何て言うか。